はい、おはようございます。こんにちは。おやつ休憩したんで、ネキさんがチータラを美味しくいただいたんで、はい、シラフの状態ですが、やってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ここ文芸室でね、文芸部室ですね。文芸部室でドキドキしてるそれは別の時ね。いやいや、ドキドキしてって聞いたけど、では今ちょっと前回推しが死んじゃって確かに悲しすぎて、はい、ドキドキしてるな。失踪しちゃったんで、今週録も3年ぶりぐらいかな。ですね、3年間ちょっと涙してましたね失踪してたから、ね、でまあ文芸部室は何もないと。文芸部室は何もない。体育館は入れなかった。入れなかった。そしては殺人事件、人まあ一応もう一回行ってみましょう。入れる。もう何時になるか、さすがに紹介文、あ、やっぱり、ね、あ、いなくなってる。ここは警察に任せといてくれ。君も校内から出んようにな。ちゃん、おい、死体が片付いたからってその辺荒らすんじゃないぞ。はい。死体はしてみない。ああ、一人で見る。うん。お？死体はもう片付けられてるな。でっか。床の上に血だまりができて、血の流れ方からして。本の貸しだ。いや、校舎はあと音楽室くらいかな。まあでも音楽室ってある意味旅車レコジョとかの縄張りだったから、何か残ってたりするかもしれない。サキさんはレイコさんにこの部屋に呼び出されてたんだよな。なんかある。綺麗に掃除してあるな。コナン君ってピアノ弾けないの。あー、ピアノはどうだっけな。バイオリンは弾けるんだけど、それ以外は仕事なくて。歌はオンチなんだよね。歌はオンチ。どこもかしこも掃除が行き届いてる。さすがお嬢様学院。絶対音域じゃなくてなんだっけ、あれ。絶対音感、はい、持ってるから。特にな。別に何も落ちてないぜ。ロッカーとかも？ロッカーには死体が流しな。綺麗に、そなんもねっぽいやん。ピアノも調べたもんね。グランドピアノか。何だ。弾くんだ。でも弾けたっけ。とかおそ松さん何やねん。なんか確かあれなんだよね、あのホームズが弾いてたからって理由で、うん、コナン君もバイオリンを弾けるっていうのは覚えてんだけど、他の楽器はなんかダメだった気がするんだけど、うん、まあ、校舎の方何もなかった、うん、じゃあ女子寮行きます。引っ込み行くか。まあ上からかな。どう、どうだもないんじゃん。わかんない。行ってみるか。良子お姉さんが。あ、禁止。なんだおめえ。ご飯食べに来たか。やべえ、見つかったら殺される。な、親分子分の逃げるんじゃないんだからさ。後ろだ。うろちょろと目障りな子供だな。なんだおめえ。なんだおめえ。なんだおめえ。おめえ。殺人現場ならともかく食堂だぞ、ここ。でも食堂のナイフ使ったって言ってたもんね、包丁。そうだった。で、超何も話すことはないよ。ごめん、関係はあるんでしょ。ごめんなさい、警察お兄さん、僕は悪かったです。食堂になんで読んだと思ったけど、一瞬でも普通に例えば、凶器に盗まれたとこだった。そう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 。さすがにちょっと3年前のこと覚えてないわ3年前ですね。悩みの部屋、
みんな自分の部屋にいるかな。あ、まゆみお姉ちゃん。聞いたわ。大変なことね。警察の方が来て、しばらくみんな校内から出ないようにって。容疑者が中にいるわけだもんな。うん。ねえ、ちょっとお話聞いていい？昨夜は夕食の後生徒会室でしばらく仕事してたわ。9時半ごろ仕事を終わらせて図書室の2人にも切り上げるように伝えに行ったの。うん、ホエッチしてるね。あとついでだから涼子さんを誘って私の部屋で4人でおしゃべりしてたわ。涼子さんもね、この寝たのは1時ごろだったかしらね。ホエッチしてる。この証言は他の人と一致するな。ああ、これあれか、矛盾を探す感じか。ねえ、私思ったんだけど、まさか玲子さん、リサさんと間違われて殺されたんじゃ。え、どういうこと？あのね、玲子さんとリサさんって後ろ姿がそっくりなの、知ってる？うん、僕も一度間違えたけど。だからリサさんを狙った犯人が誤って玲子さんを殺してしまったってことあり得るでしょ？仮にだけど、ユミさん、ユミさんが犯人候補だと思うんだけど、うん、リサさんとレイコさんの、まあ、後ろ姿に似てるかもしれないけど、うん、会社寝巻き姿は全然違うわけ。ああ、確かに寝巻きは分かる。で、同じ部屋だった、うん、ユミさんが間違えるとは思わないから、やっぱり間違ってないんじゃないかな。リサさんに届けられたあの手紙を思い出したら、そのことがひらめいたのよ。あくまでやっぱこのことを知ってなんか利用しようとして、ユミさんに罪を押し付けようとしてるんじゃないかなって。 ねえ、リサさんのアルバムにユミっていう子の写真とかあるんじゃないかしら。みんな言ってた。その写真を見たら、もしかして顔の特徴とかわかるかもしれないわ。あ、うん、あったらしいんだけど、なくなっちゃってたんだ。なんですって？あ、本当？うん、誰かが剥ぎ取ったみたいな跡が残ってて。まあ。まゆみお姉ちゃんって、玲子お姉ちゃんと仲悪かったの？誰がそんなことを。ナオミさん？怒ってる。別に誰ってことないけど。コナン君、子供がそんなこと聞いちゃダメよ。わかるわね。怖い。怖いな。会長。あんなに優しかったのに。やっぱり、恋愛関係は NG なんすね。怖い。私も、後で食堂の方へ行ってみるわ。何かお役に立てることがあるかも。じゃあコナン君、また後でね。容疑者の一人だもんな、まゆみさん。俺の中で怪しいのはまゆみさんかさきさんかどっちか。陽子は大丈夫かな、陽子さん。陽子さんはないんじゃない。陽子さんメンタル大丈夫？開けてくれるんじゃない？いないみたいだな。いない。え、妹は殺されてるのかさ。本当、仲悪かったから言え。容疑者ですな。鍵がかかってる。警察が立ち入り禁止にしたのか。しょうがない。この部屋の捜索は警察に任せよう。結局最後まで霊工場様の部屋見れなかった。なるほど。2階か、廊下か。消火器は大丈夫だ。消火器は包丁でしょ。包丁、消火器が来ない。でも包丁かどうかまだ分かんないしな。包丁って言ってたじゃん、結局の人も。消火器、鑑識が包丁ですって言ってたから。いや、分かんない。消火器だな、血出るよ。
消化器。頭と足も。いや、中心。もしかすると、こう、消化器の先っちょに包丁をくくりつけて、ゴンって。だいぶ遠回し。で、まあ、ユミちゃんの部屋。ユミちゃん、大丈夫かな？ユミさんは多分、違うと思うんだよな。言えてない。あ、ユミお姉ちゃん。僕、コナンだけど。話してくれないね、水コナンです。ごめんなさい。今、ダメ。そうだな。ユミみたいだな。ずいぶん怯えてるみたいだ。こりゃ話聞くどころじゃなかった。あなたは何学校の人が殺されたんだろうね。それは、これなんだ。もしくはなんか真犯人から脅されてるかもしれない。ああ、ミサの部屋。あ、コナン。とんでもないことになっちゃったね。本当、レイコが殺されるなんて。リサお姉ちゃん、ちょっといいかな。昨夜って。ずっとランさんと一緒だったけど。そっか、それじゃアリバイはバッチリだな。そんな、わからないわ。全然心当たりない？まさか。私と間違われてみたよ。何でもいいから話してみて。まさかレイコ違われて。あ、ううん、そんなはずないわ。ごめん、なんでもない。うん、やっぱ間違われて、間違われて。ここにいた方がいいね。そうね。コナン君もあんまり警察の邪魔しちゃダメよ。間違って殺したのはミスリードな気がするな。はいはい。さっきの怪しいんだよな。コナン君、大丈夫？元気なさそうだけど。あんまり大丈夫くないな。ちょっとショック。レイコが殺されるなんて。家に帰りたいとこだけど、警察の人が帰っちゃダメだって。そっか。でもすぐ帰れると思うよ。ねえ、ちょっとお話聞きたいんだけど。ゆうべは夕食後からずっと図書室で文芸部の仕事をしてたわ。終わったのは9時半頃で、部長が呼びに来たの。もう遅いからお開きにしましょうって。してない。それまでの間、ナオミお姉ちゃんとずっと一緒だった？ええ、あ、いえ、たまに席を立ったりはしてたわ。でも大方は。で、その後は？部長の部屋でお茶会。私、ナオミ、部長、それに涼子さんの4人。ずっとおしゃべりしてて、寝たのは1時頃だと思うわ。まあそうだな、合ってる。この証言は他の人と一致するな。難しいよ。しっかり整理気味になってきたな。誰が霊子お姉ちゃんを殺したか心当たりとかない？私じゃないわよ。お、なんでそんな、うん、心当たりはないかって聞いただけですよ。ごめんなさい。でも私が疑われてるような気がして。ギク。わからないわ。誰がレイコを殺そうなんて。あのさ、音楽室でレイコお姉ちゃんと。あれは別に。サキお姉ちゃん、レイコお姉ちゃんに脅されてたの？そんなことないわよ。コナン君、バカなこと言わないで。ごめんなさい。怪しくなってた。コナン君、その話誰かにした？してないよ。ううん、
別に誰にも。コナン君、音楽室でのことは何でもないの。だから余計なことを警察の人に言わないでね。怪しい。わかった。俺が言わなくても調べりゃわかっちゃうことだけどな。じゃあ僕はこれで。コナン君。何？うん、なんでもない。多分だけど、そろそろ体育館が開いてるんじゃないかな。鍵がかかってる。開いてねえじゃねえか。ま、そのうち役だろ。でももう何言ってんの。もう一回分ゲームして言ったりとか。なあ、はい、ここでですね、はい、机の上に一周してからセーブすると、お、コマンドですか。はい、なんとセーブが行えるんですね。セーブがどこでもできるでしょ。他の教室と似たような床だ。お、床板の色が微妙に違う。最近メンテナンスでもあったのかな。あ、どこ調べてんの。え、なんもないとこ。ちょっと図書室の床もう一回調べてみよう。あ、床穴開けて落ちてきたのか。だから現場が実は違っててさ、ああ、タイルの場所入れ替えればさ、ああ、血があったかもそこにみたいな。ああ、はい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 。あれ、何の騒ぎだ。何、桂木さん、落ち着いてください。ああ、お父さんか。ああ、お父さん。これが落ち着いていられるか。レイコが、わしのレイコが殺されたんだぞ。あれは知ってるな。あれがレイコさんの親父さんか。父さん、警察の人の邪魔になるぜ。外に出てようよ。触るな。お前にわしの気持ちが分かってたまるか。父さん。そうか、分かったぞ、涼子。お前が玲子を殺したんだな。これはもうダメなのな。桂木さん、あんた自分の娘になんてことを。そうだ、お前はいつもレイコのことを煙たがっていたろ。お前が犯人に決まってる。これは典型的なダメ親のパターンです。警部さん、こいつを逮捕してください。こいつが犯人です。もういい。誰かこの男を連れて行き。これ消えるな。レイコ。大ちゃった。ああ、リョコさん。やれやれ。三打家庭だな。しかし父親があれじゃ妹への殺意も芽生えるか。同情はまだ早いかもしれない。仮にこれでガチで犯人が涼子さんとしても原因作ったのはあの親父さんだから、結局は自業自得なんだよなっていう。死体はもう買った。タイル見せて。その足元のタイル見せて。床の上に血だまりができてる。血の流れ方からしてここで刺され、そのまま倒れたんだな。違うかな。こっちゃんたちに話聞けないで今。ん？こっちゃんたちに話聞けないで。ああ、そっか。話聞けないで。完全にタイルだけしか目がいかなかった。こっちゃん。おい、ジジうるさかったな。死体が片付いたからって。なんだよ。確か。ここは警察。本の品普通の床調べたいな。本の品そこら辺の床。ああ、それある。
どこもかしダメ。でも床も怪しいとこないもんな。なんか色が変わってるとか。図書室じゃなくて、よく見てるけど、陽子さんの部屋行ってみる。いや、あと音楽室。ああ、そうかそうか。音楽テストもちょっと一応体力確認しておきたい。そう。別に色が違いそうなところはないな。どこ文芸部室がどこの部屋の上にあるかにもよるよね。そうね、なんか文芸部室はなんか本当に何階かとかに何もないとこで押したら一回ずつ。え、てか見た目違ってた。いや違わないよね。他の教床板の色が微妙に違う。最近メンテナンスでもあったの。でもまだここで画像があるあるってことは何か関係あるといいな。あれかも、涼子さんが帰ったから、まだ開かないのかい。なんやねん。あれ、素敵、食堂。食堂行くか。食堂も。真由美さんも行くって言ってたもんね。じゃん、じゃん、じゃん。入るじゃねえ。入るじゃねえ。今は、この食本部です。なるほどね。じゃあ、りょうこさんの部屋行くか。話切るかな。ああ、いた。なんだよ、坊主か。部屋に入るときはノックくらいしろよ。しないか。大丈夫？さっき図書室で。心配してくれてるわけ？サンキュー。俺なら大丈夫だよ。昔から慣れっこなんだ、あんなことは。でもお前、泣いてたじゃないか。そう。ずっと昔だからな。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。そんなこと聞いてどうすんだよ。え、別に。探偵の真似事かい？ナオミのやつに感化されたから。まあいいけどな。昨夜は夜中の9時半頃かな。真由美たちが茶でもしないかって誘いに来たよ。まあ一致してるね。9時半以前は？ああ、そりゃ飯食って風呂かっくらってからはこの部屋でゴロゴロしてたけど。その間のアリバイはないんだね。あ、まあ、この証言は他の人と一致するな。そりゃもう真っ先に思い浮かぶのは俺だろ。違うか。良子お姉ちゃん。でもな、あいつを殺したがってる人間なら多分他にも5万といるはずだぜ。レイコのやつ、家と学校じゃ性格が豹変してたからな。そこいら中で恨み買ってそうだったぜ。じゃあやっぱ猫かぶってた。親父の前じゃ徹底的に猫かぶってやがったのか、あいつは。それでさっき図書室で、あ、いや、その、いいって、その通りだからよ。俺も警察に呼ばれるのかな。順番に聞き取りやってるみたいだから。かったりんな。それまで接近詰めかよ。ワープをつけないの。しかしこれで玲子の影ともおさらばか。もう少しの辛抱ってわけだな。じゃあ僕行くよ。また後で。自ら怪しい部分すね、めてもらっていいですか。怪しかったよ最後。多分違うかなと思ってるのにちょっとあれってなっちゃうじゃん。なっちゃう。じゃあ次はもう一回ちょっと次に行こう。
何もなかった。じゃあ僕冷やかしい無言だったな。相手にあーでデイコの部屋解放されてたりしない。鍵がかかなんだよ。んどこ行く。あーじゃあ玲子さん、涼子さんの話聞いたからプラグ解放されたと見て入っか。お、鍵がかかった。開いてねえじゃねえか。ま、そう。あーじゃあ一回ラネちゃんとこ戻るか。そうだね。え、いない。あれ、ランもリサさんもいないな。この部屋調べるなら今がチャンスってわけじゃん。やるね君。手術？もうちょっとでか。こっちがユミさんのベッド。何かあるとは思わんけど。転がれ。ん？え？なんかあるじゃん。調べてみるもんだな。こいつは下心の勝利って。ああ、ほくろ。写真半分だけ。ほくろ。この女の子誰かな。待てよ、目の下にほくろ。やっぱユミちゃんじゃん。確かあの人にほくろがあったよな。間違いない。そこは間違いないのか。間違いないのか。ゲームもないかもしれないけど、でもセーブしてるし。任せます。じゃあ稽古所さんをしちゃう。そうだっけ。いや思い違いか。ああよかった。ゲームはないんだ。確かユミさん。そうだユミさん。この写真の女の子はユミさんだ。待てよ、確かリサさんのアルバム。出てどーん。出てどーん。あ、ユミちゃんと一緒。間違いない。ユミさんがリサさんの幼馴染のユミちゃんなんだ。一緒だよね。ユミちゃんと一緒。でもそれじゃユミさんがリサさんの命を狙ってる。じゃあこれやっぱユミちゃん違うな。わざわざ破ったものをさ、ボートで燃やしてるよね。今勝ちになっちゃうって。多分あの燃やしたのはあのリサさんの方だと。ああ、わざわざこの自分のバレそうなものを自分のベッドの中に置いとくかってなると。確かに。ユミさんはわざと置いてたのか。多分なんか別の人がわざと置いたんじゃないかな。ま、寮の部屋の中は。じゃあ伊勢さんはその犯行予告の自演ってこと。ま、寮の部屋の中は多分そのユミさんと伊勢さんの関係を知っちゃった人がこれ利用できるんじゃねみたいな感じで、ユミさんに罪を知ってるために。リサさんが流行ったとかないね。リサさんも怪しくなってきたな。でもそれじゃユミさんがリサ一回区切るか。20、30分くらいなんで一回聞きます。謎が深まる。若いです。でもなんかもうご利用しで推理できそうな気もするな。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。